徳型駆逐艦、五番艦の村雲よ。え知らないって全くありえないわね。南方作戦や古高の救援、数々の作戦に参加した名艦の私を知らないって、あんた儲かりでしょ。あんたが司令官ね。ま、せいぜい頑張りなさい。何をしているの落ち着きがないのね。 大丈夫あんた、酸素魚雷を食らわせるわよ艦隊に新しいメンバーが加わったようね。やっと修復が完了したみたい。ノロマね。作戦完了ね。艦隊が帰還したわ。高速暗号通信よ。内容を読みなさい。 悪くないわ。私の魅力が増すのね。これでもっと戦えるわ。な、なにこ、感謝なんかしていないし。悪くないわ。<laughs> 出撃するわ。<laughs> いよいよ戦場ね。沈みなさい邪魔よ 私の前を遮る愚か者め沈めここからが、私の本番なのよえ、<laughs> やや、やだありえない少し服が汚れたわ。わ、わがド入りなんて、屈辱 許さない。許さないんだからま、当然の結果よね。何不満なの徳型駆逐艦の19番目。綾波型で言うと9番艦のさざ波だよ。読みにくいって。あなたが字を知らないだけよ。 ナグモ機動部隊が真珠湾でボコボコやってる時、ミッドウェイ島砲撃を観光したよ。何気にすごくない綾波型駆が艦くちくかさざです。ご主人様。こう書いてさざナミと読みます。ご主人様。お帰りなさい、ご主人様。ご主人様。調子に乗るとぶっ飛ばしますよ。 ご主人様、新入りみたいよ。修理完了です、ご主人様。艦隊のお早いお帰りですね。ご主人様、お手紙です。請求書なかなか素敵。ありがとう。さざなみ、ちょっと感謝かも。ちょっとね。来たこれ 軸くサザさざな出るおいさっさーこれがさざナミの本気なのですそこなのね徹底的にやっちまうのね逃げられないよさざナミはしつこいから 何も言えねえ。めしるまああ、今回もやられてしまいましたが。あ、それは違うの沈むせめて最後は、本当のこと。いつもふざけていると思われがちですが、 まあ、ちょっと本気はすごいでしょね。スラバヤ沖海戦で、撃沈した敵艦の乗員の救助に努めた後、キスカ、ソロモン、ニューギニア、アッツ島など、各戦域を転戦しました。頑張ったのです。稲妻です。どうか、よろしくお願いいたします。 ですね。司令官さん、その、誰かと間違えてないですか建造が終了したのです。修理が完了したのです。艦隊がお戻りみたいです。お手紙が届いたのです。ちょっと体が軽くなったみたい。あの、 か稲妻の本気を見るのです。第一艦隊、第一水雷戦隊、出撃です。なのです。魚雷装填です。命中させちゃいます。沈んだ敵も、できれば助けたいのです。ああ 難しいよ。ちょっと直してくるのです。衝突とか気をつけますね。次に生まれてくるときは平和な世界だといいな。戦争には勝ちたいけど命は助けたいっておかしいですかサミダレです 村雨、夕立、春雨とは、第二駆逐隊でお友達でした。あ、そうそう。輸送任務中に、白露と衝突してしまったことも。ほんと、私ってば、閉じてごめんなさい。でも、頑張りますサミダレって言います。よろしくお願いします。護衛任務はお任せください。提督、一生懸命。 頑張りますお任せくださいねそ、そんなに気になりますあ、新しい仲間早く会いたいですね提督、艦の修理が完了した模様です作戦完了ですねお疲れ様でした お手紙が届きましたよ。はい。私、頑張っちゃいますから。嬉しい。新しい私、お見せします。お任せください。いよいよ私たちの出番ですね。もうドジっ子なんて言わせませんから。いやあ さあ前衛はお任せくださいまだまだ、これからですあれああ痛いな、なんでちょっと休もうっと。もうダメ。 ちょっとお休みしますね。ごめんなさい。私、ここまでみたいです。やったーテイトくん、見ててくれましたかワシントン条約制限下で設計された、世界中を驚愕させたクラスを超えた特型駆逐艦の一番艦、吹雪です。私たちは、 後の艦隊型駆逐艦のベースとなりました。はい頑張りますはじめまして、ふ雪きですよろしくお願いいたしますお疲れ様です司令官次は何をすればよろしいですかし、司令官あ、新しい仲間が来たみたいですよ 缶の修復が完了しました。作戦が完了したようですね。司令官、連絡が届きました。ありがとうございます。もっと頑張りますね。司令官のために、私、頑張ります。やりました。私がやっつけちゃうんだから。みんな、準備はいい ちょっとだけお休みします。すみません、司令官。おやすみなさい。いや、いやだよー私、やりました司令官のおかげです